で全体に当てながらこの辺からこの辺、この辺から、はい、ここら辺、うん、要はね、腰が悪くなってきてさ、最初に出てくる症状はバランスが悪くなってくる。はい。あの、まあ、例えばワンちゃん、猫ちゃんとこうナックリングって言って手首を曲げてあげると、普通の子はすぐ戻すんだけど、どっか腰に病変があるとこの戻りが遅い。で、もっと進んでくると痛いのを感じたくなってくる。で、もっと進んでくるともう完全麻痺で、全然動かない。で、あと、あの、腰のこの辺がね、はい、悪くなってくると、あとやっぱり後ろ足だけじゃないんですね、神経質な人が、はい、腸とかさ、膀胱とかの神経質な人が熱くなってるとかね、おしっこが溜まりやすくなってると、ギュッと膀胱が収縮する力が弱くなって膀胱になりやすくなってるとか、そういう症状が出てくる可能性がある、はい、で、今飲んでる薬のB の薬ってさ、あの、はい、これ消炎鎮痛剤なんだけど、ステロイドじゃない消炎鎮痛剤なんですね、はい、だけどこれはこんな薄出しがこんなんではそれでは効かないから、はい、あのステロイドの消炎鎮痛剤にします、はい、で、プレドゾーロン、これが一番よく使う、はい、ステロイドなんですけどね、これを入れさせてもらいますので、はい、1日1回これって今の B って最後の昨日の夜ですね、はい、だから今日の夜から今日出すやつにしてください、1日1回わかりました。で、ちょっと多めに入れますから1日1回で、ちょっとでも後ろ足が、まあ、1週間は1日1回飲んでもいいんだけど、はい、まあ、ちょっと良くなったら早くね2日に1回にしてないよね。ああ、そうすると副作用が出にくい、はい、でこのステロイドの副作用ね、副作用として丸の副作用もあるんですよ、喉乾きやすいからお水をたくさん、あ、それからあとは丸の副作用じゃお腹空いてご飯よく食べる、はい、×の副作用が感染剤質弱い、だから2週間以上使っちゃうと多い量で、はい、そうすると2週間以上使うと皮膚が薄くなるとかね、それから過呼吸が起きるとかね、はい、あとまあ神経症状が出てくる、だから、まあ、ちょっと良くなった時点で2日に1回にしたらいいということですね、はい、でもまあ、で、あと全然多分そんな1回の時では全然変わらんと思うから、はい、できれば毎日続くしたい、はい、もう2、3月なのかだけど、大きくはさ、ちょっとあれだけど、まあ来れるんだったら明日、はい、来れます、まあ来れます、うん、じゃあ明日は10時から11時、はい、1月21日、一度に来てください、はい、で今日の夜からじゃあその B の薬やってください、はい、あの代わり飲み方は一緒ですけどね、はい、よく振って飲ませてもらうと、それからあとこの子もう一個あってね、いっぱいあるの出てくるんだよ、まあ腸排泄区の方は今全然出てないわけね、出てこなくなりましたね、なんかさ、変わった動物の総排泄区だつが最近多くて、ハヤブサっているじゃないですか、はい、鳥の、あの子も今総排泄区だつ、ハヤブサって飼えるんですか、うん、あのアメリカ長原帽って言って、ああ、ペット用、そう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 、ちょっとちっちゃいやつね、はい、でまあここは1日2回はちょっとつけてくださいね、はい、はい、じゃあ終了です、それとじゃあ動きをちょっと、はい、あの前足後ろ足の動きをちょっと動画で撮影できたらお願いいたします。わかりました。カメラ。
しよう。はい、じゃあ今お薬ね、ご用意しますね。はい、はい、じゃあ試合でちょっと待っててください。はい、すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと B が変わります。 A は一緒です。難民にしよう。5ミリの4分の1ぐらいにしよう。ここがちょっと5ミリ間と効かないよ。